それではただいまから須賀川市記者会見を始めさせていただきます。1番、令和6年6月須賀川市議会定例会提出案件について会見事項を申し上げます。市長お願いいたします。はい、改めておはようございます。それでは令和6年6月6日に召集となります令和6年6月市議会定例会の単行議案7件、予算議案1件、報告9件の計17件につきましてご説明をさせていただきます。はじめに議案第41号専決処分の承認を求めることについてでありますが、専決処分いたしました案件は専決第5号から第8号までの条例改正、専決第9号から第11号の補正予算についてであります。いずれも地方自治法の規定に基づき専決処分いたしましたので、本議会に報告し承認を求めるものであります。まずはじめに専決第5号須賀川市税条例の一部を改正する条例であります。本案は地方税法等の一部改正に伴う改正であり、主なものについてご説明いたします。一つには令和6年度分の個人住民税の特別税額控除に係る規定を新設すること、二つには土地に係る固定資産税の負担調整措置の継続に伴い、令和6年度から8年度までの間宅地等に係る現行の負担調整措置の仕組みを継続することであります。次に専決第6号須賀川市都市計画税条例の一部を改正する条例であります。本案も地方税法等の一部改正に伴う改正であり、主なものについてご説明いたします。一つには居心地が よく歩きたくなる街中創出のための課税標準の特別措置の我が町特例の割合を定める規定を新設すること、二つには土地にかかる都市計画税の負担調整措置の継続に伴い、令和6年度から8年度までの間宅地等にかかる現行の負担調整措置の仕組みを継続することであります。次に専決第7号須賀川市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除および不均一課税に関する条例の一部を改正する条例であります。本案は総務省令の一部改正に伴い、固定資産税の課税免除および不均一課税の適用期限を令和6年3月31日から令和8年3月31日まで2年間延長するものであります。次に専決第8号須賀川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例であります。本案は総務省令の一部改正に伴いまして、須賀川市過疎地域持続的発展計画に位置づけました産業振興促進区域内において、同計画中の振興すべき業種のように供する設備の取得等をしたものに対して課する固定資産税の課税免除の適用期限を令和6年3月31日から令和9年3月31日まで3年間延長するものであります。次に専決第9号令和5年度須賀川市一般会計補正予算第9号の概要についてでありますが、一般会計の補正額は2900万円の追加であり、補正後の予算額は378億5190万8000円となります。今回の補正予算の内容は各種剰余税、交付金、特別交付税など収入金額が確定しましたため、これら財源をもとに公共施設と整備基金への積み立てを3月29日付で専決処分したものであります。
次に専決第10号令和6年度須賀川市一般会計補正予算第1号の概要についてでありますが、一般会計の補正額は1,194万6,000円の追加であり、補正後の予算額は337億3,194万6,000円となります。今回の補正予算の内容は、定額減税にかかる個人住民税の基幹系システム改修業務の委託料であり、4月1日付で専決処分したものであります。次に専決第11号令和6年度須賀川市一般会計補正予算第2号の概要についてでありますが、一般会計の補正額は8億6,182万円の追加で、補正後の予算額は345億9,376万6,000円となります。今回の補正は、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への支援などを早急に実施するための経費であり、5月13日付で専決処分したものであります。続きまして、今回の補正予算の内容についてでありますが、物価高騰の影響を受けている低所得者等を支援する給付金定額減税一体支援事業についてであります。一つには、物価高騰重点支援給付金としまして、新たに令和6年度に住民税が非課税となる世帯および均等割のみ課税となる世帯に対しまして、1世帯あたり10万円、また同世帯に子どもがいる場合、子ども加算といたしまして、児童1人当たり5万円を給付するものであります。2つには、定額減税調整給付金として、令和6年度住民税所得割、または令和6年度分推計所得税について、定額減税しきれないと見込まれる方に対し給付するものであります。住民税非課税世帯等に対しては、6月中旬頃から順次通知書を対象世帯へ送付し、6月末の早期支給開始を目指し準備を進めております。対象者につきましては記載の通りでございます。次に、議案第42号調停の申し立てについてであります。本案は、原子力損害賠償紛争解決センターに対しまして、東京電力福島第一原子力発電所事故にかかる損害賠償のうち、支払いに合意しない額を支払うよう調停を申し立てるにあたり、地方自治法の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。次に、議案第43号須賀川市税条例の一部を改正する条例でありますが、本案は地方税法等の一部改正に伴う改正であり、主なものについてご説明いたします。一つには、公益信託制度改革に伴う寄付金控除対象の拡大にかかる改正であり、公益信託に関する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行するものであります。2つには、引用条項の整理を行うものであり、令和7年4月1日から施行するものであります。次に、議案第44号準用河川笹平川環境新設工事その6の請負契約締結についてであります。本案は、制限付き一般競争入札により、新道建設株式会社が5億435万7,700円で落札したので、請負契約の締結にあたり、地方自治法などの規定に基づき議会の議決を求めるものであります。次に、議案第45号須賀川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例でありますが、本案は、一つには、地方税法施行令等の一部改正に伴う改正であり、
国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額にかかる課税限度額を22万円から24万円に引き上げること、および低所得世帯への軽減措置の軽減判定所得基準額を引き上げ、軽減範囲の拡大を図ることなどであります。そして2つにはですね、国民健康保険税安分率の改定であり、被保険者数の減少および被保険者に占める低所得者の割合の増加に伴う国民健康保険税税収の減少に加え、令和11年度の県内統一安分率の設定に向けて急激な負担増を避けるため、段階的に安分率を引き上げるものであります。いずれも交付の日から施行し、本年4月1日から適用するものであります。次に議案第46号、平成23年東日本大震災による被災者に対する市民税、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税の減免等に関する条例の一部を改正する条例であります。本案は東京電力福島第一原子力発電所事故による避難指示区域などからの避難世帯について、平成23年度から国民健康保険税の減免を実施してきたところでありますが、国の財政支援が延長されましたため、この基準に基づき本年度分の国民健康保険税を減免することなど所要の改正を行うものであり、交付の日から施行するものであります。次に議案第47号、須賀川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例であります。本案は国の基準省令の一部改正に伴いまして、家庭的保育事業等における職員数の配置基準等の改正を行うものであり、交付の日から施行し、経過措置により当分の間改正前の配置基準を適用するものであります。次に議案第48号、6月補正予算の概要についてであります。一般会計の補正額は3億7999万8000円の追加で、補正後の予算額は349億7376万4000円となります。続きまして、今回の補正予算の主な内容についてご説明いたします。はじめに消防団管理運営事業についてでありますが、本事業は株式会社阪神マテリアルから企業版ふるさと納税により消防団事業への活用を目的として本市に500万円が寄付されましたため、本市が計画的に進めております高機能防火衣の更新に充てるものであります。これにより貸与から20年以上が経過している防火衣を軽量で通気性の良い高機能防火衣に更新し、災害現場で活躍する消防団員の機動性や安全性の向上を図るものであります。次に成人予防接種推進事業についてでありますが、本事業は今年度から定期接種を実施することとなりました新型コロナウイルスワクチンの接種に要する費用であります。接種対象者はインフルエンザワクチンの定期接種の対象者と同様、65歳以上の方および60歳から64歳で一定の基礎疾患を有する方となります。接種時期はインフルエンザワクチンの定期接種と同様、秋から冬にかけて実施予定であり、年1回の接種となります。また接種場所につきましては集団接種ではなく市内の医療機関で実施予定であり、接種費用の自己負担額については決定次第お知らせすることといたします。
次に報告第7号専決処分の報告についてでありますが、専決処分いたしました案件は巡洋河川笹平川環境新設工事その後の請負契約の変更についてであり、地方自治法などの規定に基づき本年3月21日に専決処分いたしましたので本議会に報告するものであります。次に報告第8号から報告第11号までの令和5年度決算についてであります。これらは公益財団法人であります福島科学振興協会、須賀川市スポーツ振興協会、須賀川市農業公社および郡山地方土地開発公社の令和5年度決算についてそれぞれの評議委員会や理事会において承認または議決となりましたので、その内容について地方自治法の規定に基づき本議会に報告するものであります。次に報告第12号令和5年度須賀川市一般会計予算及び特別会計予算繰り越し免許費の繰り越しについてから報告第15号令和5年度須賀川市下水道事業会計予算の繰り越しについてまでの報告4件につきましてはそれぞれ令和6年度への繰り越し額が確定いたしましたので地方自治法などの規定に基づき本議会に報告するものであります。説明については以上でございます。それでは質問に移ります。1番、令和6年6月須賀川市議会定例会提出案件についてご質問がある方は挙手をしていただきまして報道機関名と氏名を述べてからお願いいたします。よろしいでしょうか。すいません、阿武隈地方水沿いと申します。お願いいたします。お願いします。5ページ目の須賀川市都市条、計画税条例の一部改正のところで、この我が町特例の割合を定める規定の新設について、詳細を伺えればと思います。前務課長の二平です。我が町特例の詳細でございますが、これにつきましては都市再生特別措置法に規定しております。一体型滞在快適性等向上事業という事業がございまして、その事業実施体が当該事業により整備いたしました一定の固定資産税に対しましてですね、固定資産税および都市計画税の課税標準額の特例措置につきまして2分の1を乗じた上で固定資産を算定すると、でその適用期限につきましては2年間延長するという内容でございます。具体的にはですね、須賀川市本市におきましては風流をテーマとするまちづくりを推進してございまして、その景観に配慮をしました都市空間の形成や地域のにぎわい拠点を整備しております事業に一社ほどですねこの特例を受けているという状況でございます。以上でございます。他にご質問はございませんか。よろしいでしょうか。それでは続きまして2番その他に移ります。他に質問等があればお受けいたしますので、質問がある方は挙手をしていただきまして報道機関名と氏名を述べてからお願いいたします。よろしいですか。それでは以上をもちまして記者会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。